9月11日、松山市南堀畑町の JA 会館で、平成29年度 JA 教材反射材贈呈式が行われました。JA 教材連愛媛では、交通事故の防止・軽減のため、交通事故対策事業として、昭和48年度から地方公共団体などへ機器や施設などを贈呈しています。今年度も一般社団法人愛媛県交通安全協会からの要望を受け、反射キーホルダーと靴用反射テープ合わせて3万2000個を贈呈しました。贈呈式後は松山市駅へ移動し、松山市立道後保育園のジュニア交通安全隊アトムの園児たちが助っ人として加わって街頭で反射材を配布しました。反射材とか入ってますので、また夜外出するときに見てください。お願いします。交通安全に気をつけましょう。どうぞ。県警本部にお伺いしたところ、今年の交通事故による死者数は残念ながら増加しており、夜間歩行中の死亡者は全員反射材を着用していなかったのことで、今年も愛媛県交通安全協会に反射材を贈呈することとしました。歩行者、自転車搭乗者が一人でも多く反射材を着用し、危険な事故に巻き込まれないことを願っております。日没時間が早まる秋口、夕暮れや夜間には重大事故も起きているということで、参加者たちは交通安全気をつけてくださいと声をかけながら反射材を配布していました。